どうも、このまるです。キータロです。今日は INI がヒルナンデスで新曲パスワードを初披露したので、そちらの感想を言ってきますね。いやマジでさ、ヒルナンデスめっちゃ面白かったね。そうだね、あの INI が出とることによって、あの結構さ、よいしょよいしょでさ、あのメンバーがさ、なんか実験とか試食とかさ、なんかブルーベリーブンブンブンとかさ何ブルーベリーってそう、なんかそういうのでちょっと出てくれたりしたから、まあ私ちょっとね途中抜けたりしたんだけど、うんうんうん、うん、でもなんかそのメンバーがいるからすごいね、見れたわ見れたわわかるわかる。いや正直僕もね、昼なんですじゃないチャンネルいつも見とって、うんうんうん、だからほぼほぼ初めましてだったんよ、僕も昼なんですが。あ、そうなん、こんな長い番組なのに。すごいね。そう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 。さすが。なんか今までそう、ご縁がなくて今まで昼なんですに。さすが義理がたい男だね。そう、いつも決まっとるチャンネルがあるよ。いや、まあ、特に深い意味はないんだけど、うん。だから、なんかあんまどういう感じで出るのとか知らなくて、なんか歌コーナー、うん、歌だけ披露するんかなってなんか漠然と思ってたら、なんなら最初からずっと出とってさ。そうだね。そう、オープニングからいたから、いやこれずっと見なきゃいけないやつだと思ってそうだよね、なんかいる横に右側にいるって思ったもんね。そうそう、まあありがたいんだけどね、うん、そうそうそう。だからさっきこんなものも言ったけど、そう、歌披露の他に結構いろんなコーナーってさ、なんなら一人ずつ、一人一回は必ずフィーチャーされたんじゃないかな。ああ、そうだよね、結構あったもんね。そうそう、何かしらでね出たから、なんかほんと見応えあって、うんうんうん、初披露もさせてもらって本当いい番組になったわね。最初の方で言ったらリヒトがさ、似顔絵さ、南原さんのやつ書いてパッて出すけど、うんうん、めっちゃ分かったよね。いやいやいや、もうさ、やっぱすごい、てか素晴らしい特技だよね。うん、なんかしかもちょっとうまいじゃなくて結構うまいもんね、リヒト。うん、そう、しかもあんなさらっと書いてね、うん、特徴つかむうますぎてすごいわ、うん、なんか今までのバラエティでもさ、ほんといろんな人のさ似顔絵披露してきたけどさ、全員うまいじゃんね。うんうん、そう、それでいてさ、この昼でさ、結構いろんな人が、いつも見てない人がさ、INIのこと見る機会でもある番組で、こうやってなんか面白い、めちゃくちゃ見てたもんね。しかもさ、うん、今夏休みな上に、特にお盆、お盆だよね、もう今。うんうん、お盆このままさ、ちょっと感覚ないタイプなんですいませんお盆だから、なんかよりこうテレビ見る機会はまあ多い気がするよね、普通より。うん、それでいてこの暑さだから、なんかお盆ね、お昼はみんなでテレビ見てみたいな多そうだよね。あ、だからめっちゃいいタイミングじゃん、呼ばれた子、多分何週にわたってさ、4週だっけ、なんか毎週ボーイズグループ披露みたいなさ、ステージ披露みたいになってたけど、このタイミングならめっちゃいいなと思ってさ、うん、あ、確かにお盆っていうのも本当ナイスタイミングだったね。うん、でさ、そのリヒトはさ、その INI なんですって言ってさ、そのツイッターのハッシュタグでなんかファンからさ集った、なんかこれやってほしいみたいなやつでやってくれたけど、その一環で言うとさ、ヒロムもさ、おいっぱ披露してくれたから、すごいね、ヒロムめちゃかっこよかったね。ね、そう、かっけーと思って、なんかね、ちょっと軽くワンフレーズみたいな感じだったけど、うんうん、しかもなんかボイパやる前になんか舌ペロってやって、それが可愛かったんそれすっごい細っけそう、最初に舌舐めたのもかっこよかったみたいなこと誰かボソッと言っとって、メンバーだったかなそう、さすがと思ったよね。あとはさ、このコーナーで言ったら、なんかさ、ほらさっきさ、この丸も言ったけど、マサリーのブルーベリーブン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 ブルーベリーのやつめっちゃよかったね、このペコパのあの方のブンブンのやつ見て、あははは、ブンブンブンみたいなやつだよねマサニーの。そうそうそう、もうさ、マサニー対抗したブンブンさ、めちゃくちゃキレッキレだもんね。そう、うまいからさなんかしかもロケって踊ってくれたじゃん、マサニー。ちょっと、うん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 、そう、チェキでさ掴むから、そう、なんかそこもなんかこう堪能できたというかさ、ちょっと見れてよかったよね確かに。しかもあんなちょっと踊るだけでめちゃくちゃ本語、なんか本領発揮するねか、なんていうの、うんうん、軽くじゃなくて本腰で踊るからさ、うん、しかもお箸持ってめっちゃかっこいいよそう、お箸持ってロケティアもめっちゃかっこいい。でそれに成功したから、なんか塩にぎりみんなで食べとったけど、なんかたくみくん、うん、尾崎くんとかパクパクしててめっちゃ可愛かったよ、うんそう、でもなんか口に入れた瞬間に、なんか尾崎くんどうですかみたいなこと言われて、なんかあわわわわってて食レポするめちゃくなんか慌てた感じもね、なんかかわいそうだったけど可愛かった、うん、
ちなみにこの川場田園プラザめっちゃ行ったことあるわ、一回。この、道の駅の話しとるん、急に。今。ちょっと名前にピンとこんかった、そういう名前だったんだ。うん、そう、なんかね、すごい群馬の結構上の方というか、なんか、ちょっと遠いとこだった気がするわ。うん。うん、ここでおにぎり美味しいんだ。お米が美味しいんだ。そこは堪能したことなかった。わからない。わからないね。僕もさ、なんか、あんまさ、アイナ以外のところはさ、ちょっとふーって見てたから、なんか、お米とかが美味しいのか、なんでおにぎりなんかちょっといまいち分かってなかったんだけど。まあ、きっと美味しいんだろうね。食べたことないけど。で、あとはなんか、フェンファンとタジのさ、なんかセルカ、なんかラベンダー畑でのセルカみたいな、これもなんかペコパの人がなんかラベンダー畑に扮していい感じだったよね。そう、いつもどうやってセルカ撮るんですかみたいな、いつもの感じでなんかファンタジーがセルカ撮ってくれてたけど、フェンファンがあのスマホもでさめちゃくちゃ撮ってたけど、撮った後にフェンファンめちゃくちゃ確認しとったん、撮ったやつなんか、まあ、いやカメラ回ってるよとか思いながらいつもの自分で撮るね。そう、すごい写りチェックしとったん。かわいいみたいな。でちなみにさ、その川場田園プラザのさ、お菓子かな、なんかでん、天狗の玉手箱っていうさ、ゼリーを食べるためにさ、竹千代がさ、なんか風船脱出チャレンジやるじゃん。そうね、なんか下から内輪で仰いでね。そう、なんか紹介されるときにさ、竹千代すごいさウェーブしててなんかちょっとなんかちょっと恥ずかしくなったけど、なんかはっはーってなったわかるすごいウェーブしとったよねしかもすごいニコニコでさ、しかもなんか隠れ筋肉担当みたいな紹介やってさ、地上波それ言ってきたと思って。でさ、あとその玉手箱食べた時に西くんのさ食べてるところなんかちょっと映って、なんかブルーベリーかなブルーベリーかなみたいななんかわからないみたいな感じになってて、南原さんに突っ込まれてて、なんかそれでなんか、うん、みたいな顔を南原さんの方に向けてするんだけど、その顔がめっちゃ可愛くてとても良かったです感想食レポ言われたんに何味か分かってなくて一回確認するっていうねなんか西くんさ、前のジョブチューンかな、なんかそれのさ、うん、西くんがこう食べてなんか言うみたいなやつ見たんだけど、なんか、うん、ただただ可愛かったんで、こう、あ、うまく言えないみたいな感じの雰囲気とか、なんかちょっと苦手そうな感じがすごい可愛いなと思ってさ。まあ食レポがね、でもそうだよね、なんかさ、テレビ番組ってさ、もうめちゃくちゃ食レポ多いじゃん、もうほとんどっていうか、もう大体の番組あると思うんだけどそうだね。でもさ、普段生きててご飯食べた後さ、まあ、友達とかとご飯食べてて、なんか軽くさ、美味しいねとかは言うけど、なんかこれの何々がこれでとかいうさ、感想しないじゃん、生きてたら。まあ、YouTuber さんとかはすると思うけど。しないよね。そうそうそう。だからさ、やっぱ、慣れてないとそうなるよね。そうだよね。ちなみに YouTuber さんはうちらもだよ、一応。でもうちらほら、別に、顔出してないからご飯食べても何も伝わらん。なんか ASMR して終わるみたいな感じだよね。そう、でも何食べとるかも口で伝えにいけんし見る資格として楽しめんから、うちらめちゃくちゃ言葉で伝えにいけんね、もし食レポやったら。そう普通の人以上に伝えなきゃいけないからねあとはその夏休みのなんか自由研究の一環なのかな、なんかいろんなさ科学実験みたいのをして、 INI からも一人ずつちょっと試してくださいみたいなやつで、なんか雄大のなんか風呂栓、なんかチェーン、なんか風呂栓がなんかすごいビーってなるやつとか適当ええとか言って、私そこ多分見てないとこだわ申し訳ないごめん、でもねこれ口で伝えられないんだよ、なんか下に落としたらビーってなるやつとか、じゃ見た人は分かると思うんだけど全然伝わってない私にごめん。で、あとはなんか京ちゃんのさ風船、ここはなんかさ、なんかいっぱい針で取って風船ガッと押し付けても割れないみたいな、ちょっと狂気じみた京ちゃんのやつけど、それは見たんそう、ギューギューってすぐ押さえつけとって、そう、あのペコパの方がさ怖がってるみたいなやつでしょそう、京ちゃん結構怖がったよねあれねすごい激しいね。でなんか真ん中とかにギュッてやったら割れなくて、でもなんかキューちゃんじゃないや京ちゃん、なんか端っこの方にパンってやって、端っこだとなんか割れるっぽいよね、なんか、それで結局割れてすごいペコパの人ビビっとったっていうねあとはなんか MJ のなんか割り箸の上に新聞紙置いて、割り箸フンってやったらなんか割り箸折れるみたいな伝わらん大丈夫かな重力云々の話のやつだっけ、
そうそうそう、なんか新聞紙って薄っぺらいから軽いと思いきや、すごいね、広い面積だから、なんか1枚でも結構な重さがかかるよみたいな実験。で、なんか MJ、パンってすぐ割ればいいに、なんか結構フェイントして、なんか、なんかちょっと、ふーみたいな。ちょっとため入れたりしてちょっと面白かった。でその後に、まあ、新曲初披露みたいな。フルサイズではなかったっぽいけど結構ほとんど歌ってる感じだったよね。そう、明日のブランチがフルサイズって言われてたから今回はなんか大幅カットなんかなと思いきや、割とね結構なサイズで見せてくれたから割となんか満足感はすごい高かった、うん、そうだよね。なんかだいたいさロケティとかで、うん、この手で開くみたいなさ、まあ、ロケティやらなきゃこの話そういう感じだもんねいつもそうだね、じゃーんって言ってさ、なんか京ちゃんパートにすぐ入るカットバージョンだもんねそれね。そうそうそうそもそもこのダンスバージョンなんか踊ってるやつで、まあ、ほとんど見れるみたいなのなかったからさ、やっぱこうやって見れていいよね。うん、いや本当にそらね、 MV はさやっぱアップのカットとかも多いからダンスだけの全体とかあんま見れないけど、あこんな感じになってるんだっていう発見とかもいろいろあってさ、まあ、でもなんかユニゾンのところとかはめちゃくちゃ揃ってて、うんうんうん、そう、なんかあさすがってなったんよね。ああそうだねそうだね、ほんと最初の1サビのさ、なんか西くんのサビ、西くんセンターのサビとかもさ、そうほんとえめちゃ揃ってる、しまって見えるみたいな、うんうん、すごい迫力あった。ちなみにさ、私が好きなパートはね、あの2番目かな、うん、2番目の田地まさぎー竹千代のさ、あのなんかちょっとラップラインみたいなところでさ、マサギーがちょっと結構前の方に来てウェーブしつつ、うん、こうグーンってさ腰を下に落とすような仕草しとって、うんうんうん、めっちゃかっこよかったん。あーあそこをね腰グングンってやるとこね言い方でも本当になんかその、なんかやっぱ色気があるというかね。うんうんうん、そうだね、見せてくるよね。あとはさ、あの MV では私ほらフェンファンのこの結構パート多いみたいな、うんうん、目立つところが多いみたいなところがあったから結構ねこう実際に披露した時どうなんだろうと思ったけど、やっぱりさこう真ん中でさこう綺麗にさ、うん、ウェーブとかしつつ歌ったりするじゃん、なんかみんなをさ、うん、動かす男みたいな感じで真ん中に来てさやるから、うん、めっちゃ良かったよね。わかるね、俺を導くのとこからのさフェンファン無双みたいなとこめっちゃいいよね。ね、そう、うん、いいな、めっちゃいい。フェンファン今日もフェンファンしとったわ。あとは西くんのねな、な、なのところのやっぱブンブンブンとか。ああ、もうあそこめちゃくちゃ良かったね。まああとあの、後半のさ、ヒロムがさ、結構端っこで、あの、叫び的なところを、あれちゃんと声入っとるもんね。なんかすごい、やっとって、さすがってなったよね、うんうん。そうだね。なんか、そう、今日ちょっとマイクの音量、ちょっとだけ気になったんだけど、全体通して。うん、うん。うん。でもなんか最後はすごい入っとったよね。うん。うんうん。めっちゃなんか、めっちゃ聞かせてくれたと思って。そう。だからね、それがすごい良かったっていうね。うんうん、フェイクしてたねフィロム。うん、でも本当にさ、これ今回見てたけど、なんかこうやっぱりさ初披露だったし、うん、なんかそう初披露だっただけにこうみんなもさそわそわみたいな感じだったじゃん、ミニも。うん、そうだね。そう、でもなんかヒルナンデス自体でさこうやって通しで見れた上にこう初披露でこうしかもかっこよかったのか、めっちゃ。だからもうさ、みんな鳥肌立ったとか感動とかなんかそういう、ね、満足してる声とかってなんかやっぱ良かったよね。そうだね、本当このヒルナンデス通して INI がさいっぱい見れたし、うん、歌披露だけじゃなくていろんな一面見せてくれて、わちゃわちゃも見れたりで、最後にかっこいい、ね、曲披露も見れて本当ありがたかった。なんか個人的にはね、この日本のさバラエティ番組で初披露をした時の後ろの人たちとか、まあそういったらもう M ステとか気になるタイプなんだけど本当は後ろの人いるって思ってるタイプなんだけどあれいつかなくならんかなって思っとるからまあね、ちょっとだけ気になったかなそこね。うん、なんか知らなかったらさ乗りようがないじゃんね。なんかそういうさすごい音楽に乗るあの人種じゃないというか日本の文化としてあんま乗らないからそうね、割とシャイだもんね。そうそうそう、うん、そうだね。なんか前のさブランチのニッチェさんみたいに好きだったらさめちゃくちゃ乗ってわーってできるけどさ、まあなかなかね馴染みなかったら難しいよね。そうそう、あのミニちゃんとかもいてくれたけど、やっぱりさこう一般の方が入っていきなり叫べるわけないしさ騒げるわけじゃないから、ね、気持ち的には叫びたくてもまあ、ね、テレビの収録入ってるしね。
やっぱさ、普通にこう見に行ってバズーカで写真カシャカシャって撮るとかさ、そういう文化じゃないからさ。それ韓国大好きなね、マスターの話だから ね、 ね、定期的にうちら話題になるやつね。そうそうそう、もう今回は、まあ、フルサイズではなかったけど、次の日、まあ、明日かフルサイズで披露してくれるから、これが王様のブランチのやつでね、うん、そうだね、まあ、またニッチさんが来てくれて盛り上げてくれそうだね、そこはね。あー、確かに確かに、そこはちょっとそうだね、うん、期待できるね。うん、だしなんかブランチといえばなんか若干こう馴染みがあるみたいなとこあるじゃん。うんうん、そうなの、夜ブラとかもあるし、結構ブランチね、いろいろ出てるしね、コーナーとかでもね。だからさ、次の INI の活動が楽しみだよね。そうだね。